どうもすみません。また当日の朝になってしまって申し訳ないんですけれども、菊花賞の予想になります。本当にいいメンバーが揃いまして、凱旋門賞を使ったマカヒキ、ゼービンと、あとは、名村新軍、その辺が出てないのはちょっと残念なんですけれども、まあ本当に過去最高レベルと言っていいようなメンバーが揃ったんじゃないでしょうか。それで今回の展開についてなんですけれども、先行したい馬が結構いますし、あとはそうですね、力関係が結構はっきりしてるところがあって、里のダイヤモンドを任すとなると、どこかで玉砕的に動くだとか、あとは他の馬たちが早仕掛けになってくれること、そういった展開に里のダイヤモンド、リーマジェスティあたりが飲まれてくれるということを期待しながら待ちに待つっていうことですね。その二択かなっていうところがありますんで、なので、まあ、基本的には僕は先行馬たちにとって苦しくなる展開というか、まあ、先行馬自体が玉砕的な戦法を取る、もしくは先行馬の騎手たちがちょっと消極的になってたら、他の馬たちがまくっていくような感じで早めに動くっていうような入れ替わりの激しいような競馬になる可能性が高いかなっていうふうに見てますんで、そうなってくると先行馬たちっていうのは内目の方から下がってくる可能性が高いですよね。なのでどこかのタイミングで真ん中ところ外目に出さなきゃいけない、そういったような競馬になると思いますね。で、里のダイヤモンドはルメール騎士は常に正攻法の競馬ですね。横綱相撲をして、そういった中で足元を救われたり、救われそうになったことはあるんですけれども、まあ基本的にルメール騎士は強気の横綱相撲みたいな形で乗ると思いますんで、なので変に内の方で包まれて動けないだとか、そういったことがない限りは、ルメール騎士はどこかのタイミングで真ん中どころ外に出して動くっていう形になると思います。それではうちの方から一頭ずついきます。カフジプリンス。カフジプリンスの前走神戸新聞杯は、もたついたというよりかは、勝負どころから4コーナー直線に向けて、岩田騎手が慎重に乗りすぎたというか、まあ、なんか結果的に仕掛け遅れっていう感じになりまして、それで足を余した形になりました。普通に勝負どころから鞭入れて、動かす、そういったような乗り方をしてれば3着は余裕であったかなっていう感じですね。で、岩田騎手は一時期ものすごい調子を崩してまして、精神的にもちょっとあんまり良くない状態だったのかもしれないんですが、まあそれでも最近は比較的良くなってきまして、そういった中でもまだ勝負どころ4コーナー前後、そういったところで変に慎重になりすぎたりだとか、ぎこちない、追い出すまでの段階がぎこちないところがあって、そういったところが出たのが神戸新聞杯だったと思いますね。まあ、最近岩田騎手だいぶ良くなってきましたし、追える騎手でもありますんで、なので、まあ、たまに本当にいい騎乗をすることありますし、まあ、この内枠がいい方に出るか悪い方に出るかなんですけれども、勝負どころどこがいいタイミングで広いところに出す、真ん中外目に出すような競馬ができれば馬券圏内に来る可能性は普通にあると思いますね。能力的にも高い馬ですんで。ただ岩田騎手っていうのは何でもかんでも打ちつきっていうような、そういったような時が結構ありますんで、なのでまあ、展開面で、さっき言ったんですけれども、内目の方から手応えの悪くなった馬たちが下がってくるっていうような可能性が、どちらかというと高いので、なのでそういった中で打ち突きっていうのはあまり賢い戦法ではないので、ギャンブル性が高くなるので、なので、そういったことはしないでほしいなっていうふうには思うんですかっていうところですね。それで、カフジプリンス自体の能力についてなんですけれども、なかなかいい素質、能力があります。ずぶいところ、あとは、あんまり器用とは言えないので、もたつくところはあるんですけれども、
まあ、その辺は OL 機種を乗せていけば、なんとか走らせられる範疇ですし、それで直線で叩き合い、並ぶところまで行けばいい根性もありますし、本当に可能性を感じる馬だなっていうところがありますね。まあ、京都の外回りなんで多少器用さが必要となってきますんで、まあ、そういったところをカバーできるような進路取り、乗り方ができればっていう感じですね。これからが楽しみな馬です。ジョルジュ3区。ジョルジュ3区はですね、ここはちょっとメンバーが強いですね。体をうまく使えればいいんですけれども、どちらかというと足先に頼りすぎる走法ですんで、なので、そうなってくるとメンバーが強くなると厳しくなってきますし、切れる足があるわけでもないしっていうところですね。他の馬たちが走らなければっていう程度かなっていうところです。続いては本命、里のダイヤモンド。里のダイヤモンドはですね、アグネスタキオンだとか、ああいった瞬発力もすごい、本当の本当の化け物と比べると、まだそこまでのインパクトはないかなっていうところはあるんですが、まあ歴代でも相当強い部類だと思いますね。現役最強馬だと思ってます。本当に欠点が少ない馬で、勝負根性もありますし、従順ですし、本当に素晴らしい馬だと思いますね。で、一つ欠点を挙げるとすると、トップスピードに乗るまでに多少もたついちゃうところがあるというか、もたつくというよりかは、体が大きくてフットワークが大きいんで、その分、加速をするときにスッと加速ができないところはあるとは思うんですが、それで、ダービーなんかは横綱相撲をしたんですが、せこく立ち回ったマカヒキに足元救われたりだとか、あとは前走の神戸新聞杯でもミッキーロケットがその里のダイヤモンドをマークする形でロスなく立ち回って一瞬おっという感じの競馬をしましたね。あの辺なんかも里のダイヤモンド自体がトップスピードに乗るのに少し時間がかかるというか、そういった不安点はなくはないんですけれども、ただルメール騎手はずっと乗ってきて、里のダイヤモンドの本質分かってると思いますし、まあ基本的には包まれたりしない限りは早めに動くようなマイペースで競馬をさせると思いますね。まあただそういった時に、あまりにもきつい展開ですね。皐月賞の時みたいに、厳しい展開になると、ディ・マジェスティだとか、他の馬たちですね。そういった馬たちに一瞬でかわされるような展開になった場合っていうのは、もちろん、負ける可能性はありますんで、まあ基本的には里のダイヤモンドが一番強いのは間違いないと思いますんで、里見オーナー初 G1 制覇っていう、そういったようなこともかかってるレースですし、一緒に応援したいなっていうところがありますし、まあ本当に、競馬の醍醐味というか、強い馬が強い競馬をして勝つっていうこと、これが一番の醍醐味だと思いますんで、なので、まあ、今回は、里のダイヤモンドを応援して、里のダイヤモンドが勝つことを祈って、競馬を見るっていうのが、僕は賢いんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。僕は単勝で行きます。で、ウマレンはちょろちょろと遊び程度で流すっていう感じでいきますね。シュペルミエール。シュペルミエールは条件戦の時から見てて素質の高い馬だなっていうふうに注目してたんですけれども、ずぶいところ、追わせるところがありますんで、なので、そういった点で追える一流騎士を乗せてこなかったっていうのが出世が遅れた理由の一つかなっていうところですね。で、そうですね、馬体面に関しては、まだその、ひ弱いというか、なんかその、一本芯の入ったような、そういったような力強さを感じないというか、馬体のバランスだとか、あとは見た目なんかはいいんですけれども、素質を感じさせてくれるんですけれども、もう一本なんか、重厚感というか、そういったところが出てこないと、このシュペルミエール自体がパワータイプ、あとはしぶとい素足を持続的に使うタイプっていう、そういったような馬なんで、なので、まあ、そこを活かすためには、
もう一段階力強さが出てこないとっていうところはありますね。なのでその辺を鍛え上げられるかどうかっていうのは厩舎にかかってますね。あとはそうですね、北村博士騎手は悪くない騎手なんですけれども、まあその超一流の OL 騎手と比べると OL かどうかっていうところ、そういった点に関しては、まあ、多少は劣るところがあります。まあ、北村博士騎手は結構いい騎手ではあるんですけれども、まあ、そうですね。まあ、このシュペルミエール自体が本当に追わせる馬なんで、そういった点を考えると一番手の合うタイプを今後は乗せていった方がいいのかなっていうところはありますね。ただ、北村博士騎手、今回の休み明けですね、そんなに悪くないので、なので、展開と仕掛けがドハマりすれば、シュペルミエールは馬券圏内に突っ込んでくる可能性はあるかなっていうところですね。まあ、平坦の京都なんで、まだこの完成度のシュペルミエールでも、仕掛けのタイミング、信号取りがはまれば、構想できる可能性はあると思いますね。未来への翼。未来への翼は、皐月賞の予想の時に、もしかしたらということで抑えの評価をしたんですけれども、まあ本当に今回の追い切りなんか見てても雰囲気のいい馬で完成度が高くなってきました。ちょっと大物感というか将来性に関してはどうかなっていうところはあるんですが、まあ追い切りの動きなんか見たら G3 ぐらいだったら勝ってもおかしくないレベルの馬ですし、まあ、絶好調だと思いますんで、なので、前目の方から玉砕的な仕掛けですね。玉砕的な仕掛けで抜け出すような競馬、もしくは他の馬たちが止まってくれるようなタフな展開になった場合は要注意かなっていうところがあります。ただその京都の外回り、坂の上り下りがあって、4コーナーを鋭角に曲がる、こういったような器用さの必要なコース、あとはその、この未来への翼自体はメンバーが弱ければ持続的にいい足を使えるんですけれども、このメンバーに入ると多分ゴール前で苦しくなるような、そういったようななんか安定して集中力が続かないようなタイプだと思いますんで、なのでまああんまりゴール前まで粘り切れるっていうような、そういったようなイメージは湧かないですね。なので、その辺を藤岡幸太騎手がカバーできるかっていうところだと思いますね。D マジェスティはですね、素質、能力高く評価してますし、手広くの方では対抗にしてるんですけれども、無印にした理由っていうのは、人気してるということと、あとは、D マジェスティっていう馬自体にあんまり興味が湧かなくなってきたっていうのがありますね。というのは前走トライアルのレースなんか見てると、まあ外回って自分でマイペースで強い競馬をしたっていうのはあるんですが、なんかふわっとするところがあるというか、まあ今回の追い切りの動きなんか見てても D マジェスティはふわっとするところがあったり、もともとその春の時点でそういった当てにならないところがあるっていうふうに僕は言ってたんですけれども、夏を越してまだ D マジェスティはその当てにならないところがあるというか、まあこれが今後激変するかというと、基本的にはそのこのまま当てにならないところがあるっていう、そういったような本質のあるような馬のまま行くんじゃないかなっていう風に感じてきて、そうなってくると里のダイヤモンドみたいなレースを見てて感心するそういったような馬かというと、 D マジェスティは強いし能力もあるしいい足もあるんですけれども、これ強えなっていう風に感心できるようなタイプではないんですよね。当てにならないっていうことですね。そうなってくるとこんだけ人気かぶっててっていうことになるとあんまり買いたくはないですね。なのでその里のダイヤモンドが勝ったらそれは本当に強い競馬っていうことになるとは思うんですが、 D マジェスティが勝ったとしてもこれは本当これからの時代を
この馬が背負っていくっていうような、そういったような強さを見せて勝つことはないと思ってますんで、なので王者にふさわしくはないかなっていうふうに思い、あとは人気してるということで今回は無印にしました。なので普通に勝ってもおかしくないですし、サドノダイヤモンド D マジェスティで決まるかもしれないんですけれども、買う価値を感じないということです。今回は無印でいきます。ただ D マジェスティはヨーロッパの方に行ったら、ヨーロッパの芝は多分合うと思いますんで、ぜひともヨーロッパに行ってほしいですね。ヨーロッパの方だともしかしたら何か覚醒して世界トップクラスの馬になれる可能性もありますんでっていうところですね。レッドエルディスト、レッドエルディストはですね、ちょっと完成度が低いというよりかは調教内容も合ってないんじゃないかなっていうふうに感じてます。前走の神戸新聞杯なんか見てても強気に動いたっていうことがあるにしても、ゴール前での伸びが平凡だったなっていうところがあって、あれっていうのは馬体の作りからして持続的にあんまり足を使えなくなっているのかなっていうところがあって、その後ろ足の付け根周りですね、あの辺がちょっと弱いので体全体をうまく使えてないところがあるんですよね。その理由っていうのは多分反路調教メインでやってるからで、まあ、あの辺を解消するためには構想をいいですね、構想をしてうまく体全体を使えるようになればもう一段階上の馬になれる可能性はあるかなっていうふうに思ってます。まあ、左回りだと比較的持続的に足は使えるんですけれども、まあ、右回りでも左回りでも持続的にいい足を使ってしぶとい素足の馬っていうふうになるには調教内容を考え直した方がいいかなっていうふうに思ってます。ミッキーロケット、ミッキーロケットの前走神戸新聞杯は里のダイヤモンド相手にあわやっていうところがあってびっくりしたんですが、まあ追い切りの雰囲気を前走から見てて、今回の追い切りなんかもそうなんですけれども、本当にうなるような出来でメンタルが充実してるんだと思いますね。馬体面に関してもほぼ完成に近づいてきてるかなっていうところがあって、パドックで馬体見てても本当に目立つような、そういったような馬になってきました。で、神戸新聞杯の時ムチ入れたりだとかちょっともたつくところはあったんですが、それでもムチを入れたら反応する範疇で、直線向いて追い出したらすぐにビュッと伸びたりだとか、本当にどちらかというと器用なところがあるのかなっていう、そういったような馬なんで、なのでその器用さがこの京都の外回りでは生きる可能性があるかなっていうふうに見てます。まあ、ただそのサンデーサイレンスが入ってないんで、本当の切れ味勝負、スピード勝負ってなってくると、どこかで足りなくなってくるところはあるかもしれないですし、将来的にすごい大物になるっていうような、そういったようなイメージは湧かないんですけれども、まあそれでもこの京都の 3000m なんで、ある程度はタフな展開になる可能性がありますし、まあ現時点ではこのミッキーロケットは結構楽しめる面白い馬かなっていうところはありますね。まあ、ただその和田騎手は超一流騎手っていうわけではないので、その辺で毎回上手にコントロールできるかどうかは、うまく手が合うかどうかはわからないので、確率として、まあ、そのうまく乗れる時と乗れない時っていうのが出てくることは今後はあるかもしれないということですね。イモータル、イモータルは期待してた馬で素質はあったとは思うんですが、まあ本当に気性が悪くて、それが追い切りにも出ちゃってますね。調教でも気性の悪さを出しちゃうんで、それで成長しないんだと思います。今回の追い切りなんか見ててもふわふわ走ってるというか、なんか芯が入ってないような走り方をしてて、まあちょっと飼いたくなるような馬ではないなっていうところですね。ただそれでもベロン騎手なんで、ベロン騎手はですね、リズム感が良いのか何なのか、本当に馬に合わせるのが上手い騎手で、それで他の騎手ではなかなか動かないような馬を動かせることがあるんですよね。
で、オイル機種でもあって、なんか、ベロン機種独特のうまさっていうのがありますんで、その辺が、もしかしたら出る可能性はなきにしもあらずかなっていうところはあるんですが、まあ基本的にはイモータルは能力出し切れずに、まあ能力を出し切っても現時点では足りないかなっていうところがあるんでっていうところです。ウムブルフ。ウムブルフは3歳の重賞、京成杯でしたっけ？あの頃に高い評価をしたんですけれども、まあそれは未勝利戦の勝ち方が強くて能力を感じさせてましたんで、高い評価したんですが、気性が激しくてちぐはぐな競馬が続いて、なかなか能力を出し切れなかったっていうところがあります。そんな中で最近は連勝をしまして、まあ、特に前走なんかはモレイラ騎手がうまく乗ったっていうのもあるんですけれども、早めに抜け出す強い競馬をして、やっぱりこの馬素質能力はあるんだなっていうところを再確認できました。まあ、今回の追い切りなんか見てても前足を叩きつけるような駆け込みの強い迫力あるフットワークしてますし、まあ、本当に乗り方一つで一発あってもおかしくないなっていうレベルの馬だと思います。まあ、そのモレイラ騎手が早めに動いた競馬ですね、あれがいいのは、このウムブルフっていう馬は気象的にコーナーからしんどい思いをしちゃうと戦意喪失しちゃう時があると思いますんで、なので現時点ではなるべくマイペースであんな風に一気に動くみたいな競馬が合うんだと思います。なのでモレイラ騎手がお手本みたいな乗り方を見せてくれましたんで、浜中騎手もああいう競馬ができればウムブルフはもしかしたらドハマりした場合は里のダイヤモンドに勝てる可能性まであるかなっていうふうに見てます。まあ、とにかく距離が長いので、なので道中息を入れられるかっていうことと、あとは仕掛けのタイミングがはまるかっていうことですね。レインボーライン、レインボーラインも僕は2歳の時から馬体を見て惚れまして、ずっと応援してた馬で、まあそういった中で噛み合わない競馬が続いてたんですけれども、まあだんだんとこの馬の強さが証明されてきたかなっていうところですね。ステイゴールドにフレンチデビューティーっていう配合もすごい良いですし、まあ右回りだと相当走る馬だと思いますね。で、サツキショーを回避したりだとか、なんか陣営の方が消極的弱気になって、まあ、この馬の良さを理解するの時間かかったかなっていうところはあるんですが、もう今はこのレインボーラインの良さを陣営の方も分かってきて、ここにぶつけるっていう感じですね。で、馬体なんか見てても本当に無駄のない動きをするというか、パドックで歩き方なんか見ててもすがるいですし、それでドタドタしたところがないんですよね。体全体を本当にうまく使える天性の素質があるというか、そういったところがあって、まあただレースに行ったらずぶいところを見せたりだとかはあるんですけれども、まあ本当に体の使い方、馬体の形ですね、そういったところは本当に勉強させてもらえるぐらいいい馬だなっていうところがあります。まあ、とにかくスパンと切れる足がないので、なのでその辺を考慮して福永騎手は乗ってくれるとは思うんですが、コスモジャーベについてはあんまり詳しくはないんですけれども、レース内容、あとは馬体なんか見てるとなかなかいいところがありますね。追ってしぶとい足がありますし、まあ、どちらかというとその切れるタイプというよりかはしぶとい足を持続的にっていうタイプだと思うんで、阪神だとか中京だとか力のいる馬場の方がいいかなっていうところはあるんですが、まあそういった良いところが今後出てくれればっていうところがありますね。まあ C ランクですけれども、条件戦ならまだまだ胸を張れるレベルの馬だと思いますし、丹内騎手はマイネル軍団の中でも追うということに関しては一番優秀だと思いますんで、なので、まあ、丹内騎手あたりを乗せて今後もいい競馬してくれればいいなっていうふうに思いますね。
エアスピネル。エアスピネルは前走神戸新聞杯みたいに足を溜めても切れ負け、最後の叩き合いでの伸び負けをしちゃうところがありますし、自分で競馬を作ってもちょっとパワー負けしちゃうっていう、ちょっとサトノダイヤモンドみたいな強い馬たちがいると分が悪いところはありますね。まあ、そういった中で内枠でも引いて、せこく立ち回れれば面白いんじゃないかっていうふうに思ってたんですが、ちょっとレース展開をイメージすると、前目の馬たちが内の方から下がってくるっていうような、そういった展開になる可能性が高くて、まあなかなかせこく立ち回って、前がスッと開くっていうような、そういったようなイメージが湧かなかったんで、なので、まあそういったところも、武豊騎手は考えて乗るとは思うんですが、まあどうイメージしてもなかなかそのうまくごまかして回ってきてスッと抜け出すっていうような競馬ができるイメージが湧かなかったというか、まあ相当武豊騎手がうまく乗らないとっていう感じだと思いますね。距離に関しては立ち回り次第でこなせるとは思うんですかっていうところですね。エアスピネルはただスピードに関してはいいところがありますので、そういったところを活かせるようなレースが今後できればっていう感じですね。アグネスフォルテ。アグネスフォルテはですね、この馬もなかなかいい馬なんですけれども、まあそのエアスピネルと似てるとまではいかないんですけれども、足を溜めることができて、それで直線ビュッと足を伸ばせればっていう感じの馬なんで、なので、まあ、入れ替わりが激しくなりそうな雰囲気がありますんで、そういったレースになると足を溜めながら回ってくるっていうのが簡単ではないのかなっていうところがあります。なのでうまくごまかして回ってこれればいいところはあるかもしれないんですがっていうところですね。なかなかいい馬ですし、もうちょい短い距離で、あとは相手関係次第では重賞とか、一つや二つは勝ってもおかしくないレベルの馬かなっていうところがあります。シュッとしててなかなか好きな馬ですね、この馬。サトノエトワール。サトノエトワールは C ランクにはしてるんですけれども、結構面白いところはある馬だなっていうふうに感じてます。ちょっとずぶいところがあるんで、なのでその辺が解消してきてもっと本気で走るようになれば、まだまだ伸びる余地があるかなっていうふうに感じてます。まああんまり池添騎手は OL タイプではないので、仕掛けのタイミングでどれだけカバーできるかっていう感じですね。で、サトノダイヤモンドと同じ馬主さん、サトミさんの馬なんで、なのでもし隊列がですね、固まった感じですね、サトノダイヤモンドにとって不利な展開になった場合は、もしかしたらこのサトノエトワールは早めに動くような形でアシストをする可能性はあるかなっていうふうに見てます。プロディガルさん。プロディガルさんは前走いい競馬をしたんですけれども、やっぱり馬体なんか見てても限界を感じる馬で、瞬発力も能力的にもちょっと限界を感じるところがありますんで、なのでまあ力負けかなというところがあって、まあそういった中でも完成度は高いですし、比較的器用な競馬ができるようになってきてますんで、なのでまあどっかで玉砕的なタイミングでドハマりした場合は見せ場はあるかもしれないですね。そんな感じで、まあその馬体なんか見てもちょっと可能性を感じない馬体してますんで、今後成長できるかどうかは疑問ですね。ジュンバルカン。ジュンバルカンはですね、この馬はなかなかいい馬なんですけれども、ネオユニバース3区でして、ネオユニバースについてはまあ僕ぐらいしか行ってるとこ見たことないんですが、ネオユニバースは種牡馬の中でも気性が一番悪い種馬なんですよね。それで馬体なんか、あとは筋力なんかいい馬が多いんですが、まあ気性が悪くて本気で走らない馬、あとは調教が身になってこなくて成長できない馬っていうのが結構います。で、ものすごく競馬に行って当てにならない馬が多いですし、このジュンバルカンに関しても
いつかどこかでそういった当てにならないところは出てくる可能性があるなっていうふうに見てます。ただ今はそのノリノリな感じで結構一生懸命走ってますんで、まあ、ミルコ・デムロ騎手絶好調ですし、まあ、立ち回り次第で見せ場はあるかなっていうふうに思ってます。ただその追い切りの動きなんか見ててもふわふわ走ってるというか、まあ、馬体の作りなんかもそうなんですけども、まあ、気性の悪さからなのか芯が通ってない感じ、重厚感がないので、なので、まあ、その辺が今後成長できるかどうかですね。その辺が解消してくれればもう一段階上のレベルにいけるかなっていうところですね。まあ、馬体の雰囲気とか素質は悪くないので、なのでっていうところですね。マウントロブソン、マウントロブソンはですね、前走なんかはちょっと消極的に乗りすぎたかなっていうところがあって、まあ、今回はスタートさえ出れば積極的な競馬すると思いますし、まあ、位置取りがあまり良くない形になったとしても勝負どころからロングスパートに持ち込む可能性が高いかなっていうふうに見てますね。まあ、ちょっとずぶいところがあったりしますんで、まあ、仕掛けのタイミングを間違うとついていけなくなる可能性はあるんですけれども、まあ、川田騎手は前走乗ったということで馬の本質っていうのが多少分かってきたと思いますんで、まあ、仕掛けのタイミングがドハマりすればこの馬は面白いかなっていうふうに見てますね。距離に関してはちょっと長いかなっていうところはあるんですが、まあ、他の馬たちも 3000m がベストっていう馬はなかなかいないので、なのでまあ、能力の高さ、あとはしぶとい足ですね。持続的にしぶとい足を使えるっていう良さを生かせればっていう感じです。川田騎手が追えるっていうのもいいですしね、っていうところです。島根県住みます芸人というのをやっております、吉本興業の ABCDE 湯加減というコンビの東野スベロと申します。どうもすいません、失礼します。